エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しの DYM テック、希望の働き方に合わせてご紹介いたします。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、年収チャンネルの山本です。年収チャンネルの大堀です。はい、今回の企画は何ですか？早稲田大学のすごい先輩、ヤバい OB のキャリア調査。おお、なんかちょっと分かりにくいな、タイトルコールが。詳細に説明しますと、早稲田の先輩、ヤバい人、よく荒れてた人とかいるじゃないですか。まあ高田の馬場で死んでたやつだろうね。そういう人たちが就職先はどこ行ったのか、なるほどね、みたいな話を聞いていければと思います。大体ヤバいやつの方が就活うまくいってる説みたいな。確かにコミュ力があると結局、変なことしててもうまくいったとかありますからね。じゃあちょっとそこら辺を検証していきましょう。イエス、よし。学祭自体はね、実はチケットが必要で入れないらしいので、中には入れないです。はい、この辺にいる人大体学祭目当てでしょうということで、ほぼほぼ大学生でしょ。そうでしょ。早稲田の学祭は来たことありますか、大堀君は？僕はないですね。ちなみに僕もないです。そもそも学祭自体初めてなんで。あ、そうなの。よし、行きましょう。はい、行ってまいりましょう。何のジュースなんですか？これはミックスジュースで、はい、大阪の名物の、関西だとみんな知ってる。あ、そうなんだ。 CM でみんな知ってる。関西じゃないと魚のミックスジュースって美味しそうな感じしないんだけど。どこに魚って書いてあるの？サンガリア。サンガリアか。インタビューするには金をよこせということなんで、はい、買えば、ね、はい、インタビューしていくんじゃない、はい、何回生ですか？3回生。就活はインターンとか。インターンとか、早稲田のサークルとかの先輩のヤバい人って就活うまくいってんじゃねっていうのを聞いてて。ヤバい人マスター多いっすよ。先輩で言いました、ヤバい人。あっち系ですか？なんかね、これないから。2人ともどういう企業行ったりとかってなんかあるんですか？一食のメーカーですかね。へー、あ、サントリーさんとか。あ、おろしとか。あ、おろしとか。へー。僕はエンターテインメントとかテレビとかなんかメディア活動してみたいな。え、2人はそういう今学部とかなんですか？いや、全然違う。全然違うって。ちなみにここは何サークルなんですか？ここはなんか訪問会って言って、地方の出身者がそれぞれ集まってなんか地方の交流を深めるっていう。なるほどね、はい、存続してないサークル訪問会がめっちゃあって、今回たまたまここにあるのは突発的な方っていう。活動がなくて消えていった地方もあるの？消えるのが普通で。消えるのが普通で、はい、山梨静岡に行くからの長崎まではギリ生き残ってる。そのサークルの先輩の就職先とかってどんな感じでした？僕はあまり詳しくないです。ちょっと今この人がやばい先輩。やばい先輩。早稲田の学生の方の就職事情っていうのをちょっと調査してて。ああ、就職ですか？はい。おじさん方は今おいくつなんですか？15歳。ちょっと確かにヤバさ感じる。もうすでにヤバい。先輩っすか？先輩っす。先輩、後で入ってきたって。年は一緒ですけど。年は一緒なんですか？21っす。21歳。え、就職はされます？しないっすね。しない？フリーターで生きて。フリーターで生きていこう。マジで考えてもない。考えてない。志望業界とかもないんですか？ないっす。え、そういう人周り多いっすか？結構いますね。行かれてんな。訪問会は基本的に就職しないスタイルなんですか？いや、僕たちはまあすると思うんです。するんですけど。こっちはなんか違うサークルの。あ、違うサークルなんだよ。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。見たことある。よろしくお願いします。お願いします。え、で、皆さんは早稲田の4年生。そうです。同学年でいいですね。はい、はい、で、就活は終わりました。まだです。振りだけ終わってない。え、理系？違います。院に行くわけじゃない。まあ、なるほどなるほど。ほっぺたにシールみたいなの貼ってます。そりゃ滑るわ。9年の傘。身の回りのヤバかった人っていいところに就職しないですかっていうのをちょっと聞いてて、なんか就活って真面目にやってるやつよりなんかちょっと頭ぶっ飛んでるやつの方がなんだかんだ最後うまくいったみたいなのが多いと思うんですよ。この中で一番4人でぶっ飛んでるの誰ですか？どういう会社に行きたかったとか、行く予定ですみたいな、簡単に聞けますか？行きたかったのはやっぱり総合商社みたいな。総合商社に行きたくて、結局某人材会社に。某人材会社に。おー、デベロッパー、小デベロッパー。おお、かかってる。第一号からの第一号。まあその業界の中では、業界の中ではそうですね。メガベンチャーみたいに行きたくて、メガベンチャー。あ、あんまやっぱみんな希望通り言ってる。ちょっとうまいこといかなくて、ストレート希望で
そもそも単位の問題です。あ、そうですね。就活はしてない。あ、そうですね。身の回りの人たちってみんな期待業界に行けてます。サークルで結構こいつ以外全員決まったから。へ、こいつ以外やっぱ早稲田就活強いなって思いました。今年はどうなの、採用種目さんが加盟されたみたいな。厳しいイメージはなかったっす、ね。何個か落ちました。普通に僕らバカなんで、6月解禁まで手持ち1とか2でいいの。あ、マジバカなやつら。もう1に絞って2ヶ月ぐらい企業研究してる感じ。ヤバい人は結局就活は決まってなかったって。ヤバいやつはそもそも滑って留年してたっていう。そうはい、結果でした。してないから来年したら一番いいとこに行くかもしれない。ヤバいっす。そういう意味で言うと先輩とかどうでした。蓄電池ずっと売ってた先輩がいました。蓄電池ずっと売ってた。家に訪問して蓄電池を売る営業をしてすごい稼いで。それ大学生時代。大学生時代。この人どこ行ったの。どこも行ってない。そのままフリーランス。すげえ。就職は蓄電池王になってます。蓄電池売れるなら何でも売れそう。早稲田のすげえやつの話全然参考になんねえな。就職の当てにはならん。確かに。そんな感じでした。はい。はい、じゃあちょっと早稲田の今何回生ですか。早稲田の法学部3年で。お、法学部3年。頭いいってことですね。頭いい、めちゃめちゃいいじゃないですか。それもないですけど。それ言ったらもう世の中大体頭悪くなる。まあ3年ってことは就活中。僕の場合あの弁護士の方を目指して。あ、そっち目指してる。そっちの弁護士。じゃあまだまだ。そうですね。モラトリアも、ま、全然勉強で。モラトリアも。あ、勉強で忙しい。大変っすよ弁護士の勉強は。いやいやいや、ちょっとバカにしちゃダメだったね。サークルとかなんか入ってます。法律のサークルで法学部いっぱい入ってます。頭よ、ガチ真面目。頭よ。その人たちって一般企業就職したい人がいました。外資とかなら。外資。外資。先輩で。外資のどういうケースか。罰金税とか。罰金税とか。ゴールドマンサックスとかメガバンクみたいな。そこのサークルから。そこのサークル。すごくない？早稲田の。めちゃくちゃいるんですよ人数が。あ、なるほど。すごいいいとこ行った先輩ってどんな人でした？ヤバい人でした。ヤバい人でした。あ、やっぱヤバい人なんだ。早稲田あるあるだと思うんですけど。はい。露出鏡？それこっち？見ちゃう。あ、上？あ、上ね。あ、オッケー、オッケー。止めます。あ、さあ、オッケー、オッケー、オッケー。早稲田生あるあるなんすけどって入りがおかしいと思うんですけど、早稲田生って脱ぐんすかみんな？飲んだら。飲んだら。脱いだら。踊るの人がゴールドマンサックスに行った。大企業とか行く人は多分そんな感じだと思います。で逆に真面目な人の方が。真面目な人はこっち行くんです。弁護士の道。あ、弁護士の道行って。なるほど。パーッとやって脱いで踊ってる奴らが。だいたいいい企業。説立証っぽいね。ちょっとあの早稲田のヤバい奴の方がいい企業行ってんじゃねっていうのを。やっぱそう思います。大企業とか絶対そうです。あ、そうなんだ。お兄さんはでも真面目に法学の道に進めた。進めた。僕は何か起こしたらお願いします。弁護の方。じゃあお金いっぱい。あ、もちろんもちろん。あのこっちばっかりいっぱいあるんで。はい。こっちいっぱいあるんでよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。早稲田の人の就活事情とかっていただいてます。就活とかってされますか。就活僕はいいんです。あ、いいんですか。はい。何年生ですか。今3年生。3年生。はい。やばい先輩ほど就活うまくいってんじゃないのっていうの実はちょっと気になってて。はい。実際そこどうなのかなっていうのをちょっとお伺いしたいです。で、やばい先輩ちなみに周りいました。いたんですけど。はい。口止めされる。口止めされるレベル。居酒屋とかで聞くんですけど、はい、絶対言うなって言われてる。名前とかは一切言わなくていいです。もう特定されない感じにするんで。エピソードだけ教えてください。いやそれも言えないぐらい。そうですね。ちなみにその先輩はどこに就職されたんですか。どこも言うなって言われてるんですよ。こっそり聞くんで、あの僕はリアクションで伝えます。こっそり言えるから絶対言わないです。動画には出てこない。すいません。それもダメ。じゃあ、あのすごい企業だったかしょぼい企業だったか。すごい企業です。あ、すごい企業なんだ。もう何も伝わんないかもな。説は立証されてる。口止めされるぐらいヤバいことをしてた先輩が口止めするぐらいいい企業に行った。謎に包まれてる闇が深い。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。早稲田の学祭も結構終盤になりまして、ここら辺でたむろってる男子大学生2人にはインタビュー答えてもらえることになりました。はい。何年生ですか。3年生です。2年生です。あ、じゃあ先輩。おはようございます。先輩とかでヤバい人とかって言いました。どういう面でのヤバいですか。まあ、いい意味のヤバいでもいいですし、早稲田生によくありがちな荒れてたみたいなヤバい人でも大丈夫です。荒れてた。荒れてたはいないんですけど、身長が190センチ超えてるバカでかい先輩がいて。なるほど。はい、サークの2個上の人なんですけど、その人が連日ボケオールとかをずっとしてて。身長もヤバいけどやってることもヤバい。はい、見た目もヤバいし中身もヤバいっていう。そう、中身がヤバい先輩って、はい、就職先、はい、どういう系でした。日系の大手の。おお、メーカー人が聞いたら、あ、すごいとこ行ったねってなりますよ。なると思います。へえー、ちなみにお兄さんはどこら辺行きたいんですか。
自分はコンサルティング系。コンサルティングすごいまとも、なんか僕ら早稲田のヤバい人ほどめっちゃいいキャリア歩んでるよねっていうちょっと今聞き回ってて、サークルとかの大体ヤバい人ってなんか就活うまくいってるじゃないですか。あ、そうです。やっぱ実際どうでした周りで見て。あ、そんな感じはします。そんな感じします。ヤバくない人ほどちょっとしょぼかったですか。全員すごい会社に入ってるんですけど、背がある人の方がすごいいい会社に入ってる。ちなみにどうですか、あの後輩から見て。この人も結構すごい。すごい癖がある。そのまま行くとすごいとこ行っちゃう。あ、そのまま行くとすごいとこ。じゃあ彼のヤバいエピソード。やばい。よく記憶を飛ばしてて潰れちゃうと、はい、もうどこでも寝始めちゃう人なんで。おー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 、また酒だ。おーおーおー、早稲田生酒系多いな。1年で多分3回ぐらいも最高なくしてる。すられてる人です。姉さん、はい、やばいっすね。やばいっす。ただこのまま行くとコンサル行けます。はい、ありがとうございます。なるほど。やばい人だからコンサル行ける。いや、なんか将来的にいくら稼ぎたいなとかあります？1000万は超えてる。1000万は欲しい。どうですか？1000万以上は。1000万以上は2年生なんであんま就活は考えてないです。こっからですね。こっからでもインターンとか行ってるんじゃないですか。ぼち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 、はい、早稲田ってその就活でもう俺らちょっとイケてんなみたいな感じしてるんですか。全然ですよ。全然、はい、本当にもちろんなんか周りの意識がもうめちゃくちゃ高いので、東大さんとか一橋さんとか来るとおーってなって。おーってなって、はい、します。じゃあ早稲田だとまだちょっと全然、はい、酒飲んでないとまともだ。確かに。酒飲んでる時に今度会いたいな。確かに。やっぱりヤバい人はいい企業に行くし、彼も多分ヤバいんでコンサルに行けると、はい、彼もヤバいので。あ、本当ですか、はい、インタビューしたヤバい人のエピソード全員いいとこ行ってますもんね、うん、だし全員酒。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでロケ終わりました。暗くなってきましたね。暗くなってきた。もう早稲田の、男子大学生先輩ヤバいやつら大体いいところに就職する説はおおむねその通り。いや、もう完全に説立証っすね。早稲田で失敗してるやつは大体出てくるエピソードが酒。聞いてる感じすごいいい企業に就職してるなっていうところをすごく感じたんで、トップレベルの学校だなというのを感じました、はい、ただまあ言えないほどのヤバいことっていう人も多かったんで、ちょっとそういう人がいい企業行ってるっていうのは闇深いですね。確かに大企業で真面目に働いてる人も過去そういう過ちを犯してきた人が大半ってことかもしれないですね、はい、確かに。なので実はあなたの身の回りの早稲田出身の人、過去ヤバい人だったかもしれません。ということで、はいはい、今回のロケ以上となります。またお会いしましょう、はい、バイバイ。一瞬ということでありがとうございました。